こんなそっくりなやつたまたま出てくることあります？じゃあね、次違うとこ見ていきたいなと思うんですけど、違うとこどこなんかっていうと、でおすすめの人と、まあ、微妙な人っていうところなんですけど、はい、本日ですねユニクロのバブアーが出てましたので、こちらをね本物のバブアーと比較していきたいなと思います。ということでいよいよやってきました。正式名称ユーティリティショートブルゾンという名前の、ジャケットがこれ出てたんですね。で実は昨年も出たみたいで、昨年モデルは今セールになってました。セールで1900円とかぐらいになってたんですけど、なんか変更としてはこの襟部分がこのコーデュロイの生地が使われてなかったりとか、あとポケットがなんかサイドポケットがなかったりぐらいな感じなんで、基本的にはそんな変わらへんくて、まあここに画像載せますけど変わらへんみたいな感じなんですけど、なんかこの襟をやるだけでこの本物のバブアにそっくりになってると。これがね定価だいたい5万5000円ぐらいかなと思うんですけどのバブアで、こっちがユニクロの定価6990円、まあだいたい10倍ぐらいの差があるんですけども、偽バブアというんですかね、バブアもどきみたいな感じがあるんですけど、それを徹底比較していこうじゃないかということになっております。ではねまずはね着用していきたいなと思うんですけど、今回のがユーティリティショートブルゾンって言ってるので、着丈が少しショートらしいんですね。でそれ僕初めて袖通すんですけど、今回 L サイズで着用しております。いかがでしょうか。特に体格がこういう僕みたいな、ウェーブ体型の人はショート丈が似合いやすいので、ショート丈今回いいんじゃないかなと思います。逆にこういうちょっと丈長いのは僕ら似合いづらい体型してるんですけど、まあショート丈ですね。で逆に肩幅のごっつい人がこれ着ちゃうと、まあ軍人みたいな感じになって、こう逆三角形みたいになっちゃうんで、それはそれでなんか違和感出てきてね、変になりやすいと思うので、まあちょっと体型選ぶかなと思うんですが、こんな感じになっております。いかがでしょうか。どうですかね。まあ個人的にはそんなにパッと見た感じは悪くない感じはします。これがいいとか悪いとかっていう話はちょっと言いかけておきましょう。このおそらくですよ、おそらくこの5万5000円のバブアーをモデルにしてるはずなんですよ。じゃないとこんなそっくりなやつたまたま出てくることあります？ユニクロの会議しててね、次の新作どうしようかな、じゃあこんな感じでこんな感じでこんな感じでやっていこう、たまたまできたんがこれです、おい嘘つけで、それは絶対嘘やろ、絶対これをベースにしてるやろっていう感じじゃないですか。だからじゃあどこが違うんか、そしてどこが一緒なんかっていう比較をしていきたいんですけど、まず一緒のとこ見ていきましょう。まず一緒のとこどこかっていうと、見た目が似てるだけじゃなくてね、実はこれ生地が一緒なんですよ。生地の、素材の配合っていうのかなが一緒で、もともとこれコットンでできてますって、まあ普通ですよね。でこっちも、コットンができてるんですけど、なんかテカリ方違うでしょ。なんで違うかなっていうと、これコットンの上にオイルを塗ってるんですね。でこのジャケットに関してはもう180年とか200年ぐらい前からできてるモデルなんで、もうクラシックな、カッパなんですよ。言うとねクラシックなカッパなんやけど、こっちに関してはそういうカッパとかじゃないんですけど、完全にこのバブアーがおしゃれで流行ってるから、もともとは軍用の作業着やってんけども、まあおしゃれで流行ってるからちょっと雰囲気似せたよねって感じになったらこれで、生地もまあ似たような感じコットンで作られてるから、まあコットンも上位モデルとか言ったらいっぱいあるんやけども、一旦それちょっと置いておきましょう。ここの多分見てる方ってそういうのあんま興味ないと思うので一旦置いておきましょう。そして次裏地ですね。裏地にこのチェックが使われてるということで、バブアーもねチェックが使われてるんですけど、このチェックっていうのが一応イギリスのチェックなんですよ。だからこういうギンガムチェックってなってくると、また雰囲気は変わるんやけど、大体も似てたらいいやんっていうスタイルであれば、もう大体似てるのでこれも似てるよねっていうことになって、で次がですね、これちょっとパターンなとか仕様に関わってくることなんですけど、洋服着るときに、あここの仕様こうやなってあんま気にすることないじゃないですか。やけどまあ僕らちょっと気になるんですよね。でそれで何が一緒なんかっていうと、ここの形のショート丈とかじゃなくて、肩が綺麗にストーンと落ちてるじゃないですか。このストーンと落ちやすいの理由なんでかっていうと、ラグランスリーブっていう、ラグランさんっていうおじさんがおったんですけど、その人が編み出した製法になっておりまして、普通肩のとこでこれ縫い目ありますよね、ガタガタガタって縫い目あって、イメージで言ったらこんな感じ、こんなところに肩にしっかり縫い目があって、ここまでが肩幅で、ここから腕ですよってしっかり明確に分かれてるんやけど、なんとあのラグラン兄さんはですね、もうそんなことせんとですね、もう何百年前やけどね、なしになってると。だから逆に言うと肩の自由度が効くんですよ。僕よりも肩狭い人が来てもいけるし、僕よりも肩がある人が来てもいけるようになってるっていうのが、このラグランスリーブという仕様になってるので、やっぱどことなく似てるんですよね。そして極めつけはこの襟元ですよね。襟元のコーデュロイ使われてる、こんなことじゃなくて、襟を立てた時にここしっかりこうボタンパチンってなると。で今回ユニクロの方もどうなってんのっていう、ユニクロの方もこういう感じなんですよ。全く一緒やないけど、同じ感じやんけってなってるんですけど、ボタンでも止めれるし、このボタンを外すこともできる。あできないね、ここがひっついてましたね、できません。だからこっちでつなげるんかな、ね、こっちでつなげたりすることもできるんですけど、まあもともとはこれも軍から始まった仕様にはなってますけども、こういう感じになってますね。じゃあね次違うとこ見ていきたいなと思うんですけど、違うとこどこなんかっていうと、ユニクロでしょ。で次こっちの本物の方着るんですけど、はい着てきました。着丈はね多分こっちの方が長いんですよ。バブアーの方がちょっと長くて、ユニクロの方がちょっと短いんですけど、全体的な腕のシルエットとかっていうのはバブアーの方がこれ細くなってるとは思います。
ただババも最近ねゆったりめなサイズも出てきてるから、全部が全部ババは細いってわけじゃなくて、基本イギリスのブランドは細いんですよね。ルイスレザーとかバラクータとか、このバブアもそうなんですけど、細めっていうスタイルが多いんですけど、まあ、最近はトレンドによって、ビッグシルエットも出てきてるっていう感じなんですが、まあ、定番のモデルはこういう感じで細くなってますね。なのでね、今言ったみたいな感じでイギリスのこの、ブランドっていうのは結構細身になってるので、着れる人って限られるんですよ。それこそ元々っていうのがその軍隊とかで体を動かしたり鍛えたりしてる人が着るモデルやから、ちゃんと体を仕上げとかんと着れないっていう状態になってくるんですけど、まあ、このユニクロに関しては別にそんなことしてなくて もうちょっと体がダブッとしててもお腹が2個3個乗っててもまあ着れるよねっていう感じでオーバーにしてるというところも多少はあるんじゃないかなと思います。よう見たら襟のところも全く一緒ですね。バブアーのこの襟のところがこういう感じで外れなくなってるんやけど、こうキュッてやる感じで、ユニクロの方も全く同じで外れなくてキュッてなってる。ではね、これ、まあ、パッと見た感じの原価をねちょっと見てみたいなと思います。で、原価に関してはね、キシネって言ってもそんなに変わらへんと思うんですけども、やっぱり縫製はちょっと複雑ですね。特にこの首元の生地なんかに関してはもう生地ね絶対同じぐらいです。もうここに差はほぼないです。だからコーデュロイの関してはこっちの方がうねりっていうボコボコしたのが大きいやんとか、ユニクロのちっちゃいやんって言うんやけど、まあ、そこに対しての差っていうのはほんまにあっても何十円かの差っていうレベルなんで、ほぼほぼないと思っていただいて結構かなと思います。縫製についてはね、やっぱりユニクロの方はねざっとやってざっと終了なんですよ。何がなんかなっていうと、こう裏側見てもらったらこうパーって1枚貼り付けてるだけで、バブアに関してはこの上と下によって分けてるし、さらにもっと言うとファスナーをここの裏返したところに専用のインナーダウン着る用のねファスナーもここに刺繍されてたりとかっていうことで、より快適性の向上、そして裾口から冷たいのが入ってこないように、裏地はあえてコットンじゃなくて違う化繊をね採用しているということになっておりますので、はっきり言って見た目の外から見た感じって全然わからへんけども、着ていくとやっぱ違いが出てくるんじゃないかなということで、部品代含め縫製代含めユニクロの方は表地がメートル700円いけばいいところかなっていう、で裏地に関してはまあ300円ぐらいかなと、でコーデュロイの生地に関しては、まあ、500円ぐらいかなと。そしてファスナーも、まあ、これは YKK の普通の5号のファスナー使われてますので、ボタンはこれは YKK か、まあ、森戸かなと思います。よって、まあ、溶着も 2. 何メーターからあるので計算していくと、まあ、縫製賃が海外で相当安いので、まあ、3-4千円かなっていうところになります。だからもしセールにかかってたとしても半額になると多分原価割れしちゃうので、半額にはしてこないと思うんですけど、まあ、妥当なところが3000円から、まあ、4000円かなっていう感じですね。で対してこのバブアの方はもう少し生地代が高いの でファスナーも倍使ってる、金具も多いで、縫製が複雑で、袖口まで裏地が使われてる、どうよく考えても1万円ぐらいじゃないかなと思います。あとはまあブランディングとか店舗代とかスタッフ代とかっていう感じになってるかなと思います。僕もね今ねこういった、まあ、タイプ的には似たような感じで防水 あのバイク用のジャケット作ろうと思って今度北海道行くんですよ。でそれ用に作ろうと思ってこうラグランスリーブで、そして上にチンガードついて、たまたまですけどね、チンガードついてて裏地がチェックっていうね、まあ似たような感じなんですけど、こういうクラシックなんかね、また逆に今流行りだしてるんかもしれないんですが、まあそんな感じになっておりました。でおすすめの人と、まあ、微妙な人っていうところなんですけど、いろんな、ね、レビュー見てる中でね、あ確かにとかね、あそれは仕方ないやろうっていうのがあって、まあ微妙なところとしては、なこのジャケットねちょっとシワがつきやすいっていうところがあって、それはねちょっと仕方ないかなと思います。っていうのもコットンの素材使われると絶対にシワできるんですよ。例えば T シャツとか分かりやすいじゃないですか、 T シャツ洗うとシワなりやすいけど、あれってやっぱコットンやからなりやすいんですけど、まあ、G パンとかもそうですけどね、まあそれは仕方ないかなっていうところと、あのこのジャケットがダブルジップやったらもっと良かったって声あって、まあ確かにファスナーってもう今の時代ダブルジップが主流じゃないですか。これシングルジップやけど、これをダブルに変えたところで倍もしないので、まあ高くなっても、もともと例えばこれを500円やったとしてもダブルジップにしても600円か700円なんで、まあここに関してはもう次回から多分してくんじゃないかなと思います。でそれとあと裾ですね、この袖の部分っていうのがこのダボダボしてて、こうキュッて締めたいっていう方もいらっしゃったみたいで、まあ確かにこれは、ダボダボしてるのはちょっと気になるかなとかっていうふうには思います。ただまあおすすめの人が何かというと、今回バブアーみたいにオイル塗ってないんですよ。でこれオイル塗ったらどんなデメリットがあるかというと、とにかく車乗れない、あの自分の車乗ろうと思ったらこれオイルにつく可能性あるから切れないんですよ。って考えたら結局切れんくなるので、今バブアーでもね、あの別注のやつとかシップスとこうコラボしてるやつとかはあのオイルのやつもあったりするんで、そういうのはいいと思うんですけど、まあ、これはオイルも全く付いてないので、そういうところではあんま気兼ねなく全然ガシガシ切れるっていうところがいいところであるとか、あとはね、もともとレイヤードするように作られているので重ね着ですね。これからもっと寒くなってきたら、こういう T シャツ1枚だけじゃなくてちょっとパーカー入れようかなとか、ちょっとこうインナーダウン入れようかなってなった時に、身幅がもともと余裕があるように作られているので、いつもと同じサイズ感でいいんですよ。いつもと同じで L やって L でいいんですけども、全然タイトに作られているわけじゃないので、こうあったかくなったら薄着に中を薄着にするし、ちょっと寒いなと思ったらちょっと重ね
技するっていう、まあ、そういうのができるっていうところがいいところになってくるんじゃないかなと思います。まあ、なので総合的にはすごい6990円ではしっかりしてるなと思うんですけど、やっぱり袖口はチャッチーですよ。あの見た感じ、誰がどう見てもパッて袖口見た時に、あ、この服安いなってやっぱパッと見たら分かるかなと思うんですけど、それ以外はねそんなに気になるところはないんじゃないかなと思います。ということで本日はですね、ユニクロのバブアージャケットことユーティリティショートブルゾンを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。